戸バ第一創車場を出発する貨物列車黒金線は日本製鉄が福岡県北九州市戸バ区八幡東区に設けている日本製鉄九州製鉄所八幡地区の八幡地区と八幡地区を結ぶために付設している専用鉄道の通称である E8501 が牽引する列車枝三駅近くの宮田山トンネル八幡川高校付近にて周辺は 住宅地である、かつては伏線であったが、現在片側の線路は撤去されている。戸畑区中原にて、関営八幡製鉄所では、戸畑で創業していた東洋製鉄と1921年当時から、戸畑地区で生成する要線を船舶で8万円へと輸送していたが、会場輸送のリスクと不経済性が指摘されていた。一方八幡地区では、 鉄の精錬過程で発生する交際の処理が問題化していた。これらの打開策として建設されたのが黒金線である。1927年3月に寄港し、1930年2月に開業した。開業当初は、戸畑から八幡へは先鉄を輸送し、鉄の精錬工程の一端を担う一方、八幡から戸畑へは埋め立て用の交際を輸送し、 ヤワタ製鉄所戸端地区の拡張に寄与した。開業時はスミカス線と命名されていたが、スミカスの輸送がほとんどなくなったことから1972年に社員工房を実施し、現在の黒金線という通称が生まれている。日本国有鉄道とは運用上のつながりのない路線ではある。開業時より直流600ボルトで電化されている。総延長はおよそ6キロメートルで、当初は 輸送量も多かったことから伏線であった。八幡製鉄所の戸畑地区への設備集約と八幡地区の縮小によって、道路線の輸送量も減り、現在では単線化されている。途中、鹿児島本線と2回立体交差する。また、山を避けて付設された鹿児島本線とは異なり、当線用鉄道は山をトンネルで突き抜けるように付設されたが、その宮田山トンネルは、 出水に見舞われて難航時となった。電気機関車が本向きとして列車の先頭に立ち、ディーゼル機関車が後部補機として連結されるのが標準的な編成である。統制鉄所構内の貨車には一般的な鉄道車両のようにブレーキ管が引き通されていないため、停止時のブレーキ力を得るために緩急車として後部補機が連結される。列車によっては ディーゼル機関車二両によるプッシュプルや補機が連結されない場合もある。貨車は台車が中心で、積み荷は列車によって異なり、半製品のスラブやホットコイル、鉄スクラップなど多様である。日本国内ではあまり馴染みがないが、欧州各国ではよく見かける防水フード付け台車が使用されているのも特徴である。機関車は沿線が宅地化されてから九百七十年代。 以降に導入されたものが使用されており、防音対策が施されている。軌道は、工場敷地外では、切り通しや降角感間が多い。かつて伏線だった頃は、戸畑の第一走車場の南側に、踏切が存在したが、現在では、行道と交差する踏切はない。行道と並走する区間もあるが、高いフェンスが張られていて、部外者の侵入を防いでいる。ありがとうございます。